こんにちは。私過去にね、YouTube 動画300も超える動画を出してますけど、一番再生回数が多いのは、迫田監督、昔の広島商業女水館の監督で、現在竹原高校で監督されている迫田さんとの対談、もはや伝説化されたあの、作新学院時代の江川投手攻略についてお話ししていただいた動画が一番回ってるんですけど、その他にもね、私が選手を伸ばす内野ノックってことでね、実際ノック打ちながら、ノックのポイントをお話しした動画とか、あと、今回もマクドナルド決めたそうですけど、多賀少年野球の辻監督とのお話の中で、バッティングのタイミングについてお話ししていただいた動画、この辺が上がっております。まあ、私見てましてね、やっぱり皆さんの興味関心っていうのがどこにあるかっていうのも、そういうのを通じて、あ、なるほど、こういうことを知りたがってるんだなと、そういうことを感じることがあります。で、今日はその辻監督との、動画ではないですけどね、タイミングっていうものについてちょっとお話ししたいなと思ってるんです。おし、中手のぶしチャンネル。私最近野球塾でもね、非常にこのタイミングっていうのをどうやって教えようかってことで研究しております。先日も県議所に行って、梶社監督にタイミングの取り方難しいけどどうされてますかなんて言って、いいヒントをいただいて帰ってきてやってます。とは言ってもね、下は4歳から教えてますから、4歳の子なんていうのは、私前々からやってるんですけど、これはテニスボールをポンって投げて、バウンドしたのをラケットでこうやって打つってことから始めると、当たらないとなんとなく子供って納得できないところもあるんで、そんな練習やってまして、今はね、その後にバットで打ちたいっていうから、オキティを打って、それが打てるようになってきたんで、今度は前からテニスボールがこのように、バウンドしたのをバットで打つっていうことを今やっておりまして、ちっちゃい子用に考えたんですけど、これ上級生がその後の時間で来た時にやってみって言ったら、意外とできないんですよ。それに衝撃を受けまして、今掛川でも浜北でも小学生中学生問わず、ワンバンのバッティングちょっとしてます。で、その中ですごい発見があるんですけど、結局バウンドしてる時間が長いんで、ボールの軌道を読むっていう要素とか、このテイクバックですね、構え、トップ、スイングとこう3つ、1、2、3があるとすると、この1から2に行って切り返して3に入っていく、このテイクバックでのグリップ操作っていうすごい大事な要素が、そのテニスボール打ちに入ってくるんですよ。ちょっと昨日も浜北でやった動画なので、ちょっと見てもらっていいですか。どうぞ。月曜日と木曜日は浜北のぶし。茶色い方はこっち、緑に来たらこっち、引っ張るんだったら緑って言え、流すんだったら茶色って言え。茶色だから流しました。緑だから引っ張りましたって根拠が欲しいわけ、スイングに。いるぞ。緑。いいよ。茶色。茶色って言いながら緑打つね。へへへへ。そうだな、バットコントロール。だからその練習。だから力始めていいよって言ってるじゃん。それよりもボールを判断して、そのように体を動かす。いい構えだ。あーし、いいか。今のいいじゃないか。最初わざとらしくやるのはできんもんだって。帰るっちのわざとらしい、こんなもん。そうだよ。そうそう、今のいいじゃん。今のいいと思うで、ちょっと見てみようか。うん、そう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 、はい、指立て。テケテケみたい。ほらほら、これ暴れるし、一応もっとクックってあげる、強く。つま先がもっとできなきゃ人の補助でやれ。はい。4、5。軽打でいい。力むな力むな。膝を伸ばすな。そうそう、そのぐらいの感覚で。オッケー。今度は実践的に行くでな、そっちの道を。はい。オッケー、そって。体幹も鍛えるだぞ、これで。そう、大きく出して。はい、はい、はい、はい。そう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 、はい、やってみ。そう。それじゃあ、お前、絵文字だっちゅうの、謝ってる絵文字じゃねえか。はい、頑張って。そうそう、最初は支えがあってもいいから、負荷かけて。
ワンバン打つでな、自分でリズム取って、なんだったらテニスのようにちょっとじゃあ動いてみろ、こうやってちょっとその場でこうやってさあ右左パーン、それで片手でやってごらん、後ろ手一本で、そうこのリズムで実際やるんだけど、はいこっち行った、はいターン、そうそうそう、こういう感じ、このコントロールを力走りでトップからスポーン、はいはい、このタイミング、あ、今のタイミング、ヒットポイントとかステップのタイミングとか覚えてる。野球の場合はベースに来るのをもう右足、右、ターン、そうそう、あ、両手添えてごらん、今のでそれがバッティングだよ。そうすると急にかしこまって硬くなっちゃうけど、もう 今の感覚を生かして、タイミングっていうのはね、別に今に始まったことじゃなくて、ずっとバッティング理論の中でタイミングってどうやって教えるかっていうのは長年の疑問なんです。若い頃からいろんな監督にいろんなバッティング理論を聞く中で、必ずタイミング談義っていうのをさせていただいてて、まあピッチャーが投げるリリースとバッターのトップの関係とかね、あるいはまあ PL 学園の中村監督なんかはチャーシューメンやってこう教えてくれましたね。バッティングで1で構えて、2でトップ、3でスイングで、1、2、3がチャーシューメンって、その2つ目の2の間がね、チャーシューのシューで伸ばして、これが1、2、3とか1、2の3とかいろんな表現をする人いるんですけど、私はやっぱり今でも1、2、3だと思ってますね。チャーシューメンで、このシューがすごい大事だと思うし、ここの切り返すとこの動きが、グリップ操作がすごい大事だってことは、自分なりに掴んでて、その中でどうやって教えようかって今やってます。じゃあ中澤さん、タイミングどうやって教えるのって言われた時に、僕子供に教える時も必ず言うんですけど、長縄跳びやったことあるかって、なんとかくんおはいなさいってやつですね。あの時に最初はね、あの一番上に行った時になんか飛ぶ、距離がありそうで入るとこう引っかかる子が多いんですよ。でだんだんやっていくと、一番下くぐった時がそっから一周してくるんで、一番時間があることに気づいて、通った時にサッと入っててピョンピョンと入るとうまくいくことも分かってくるんですけど、あれも誰かが口で教えてるわけじゃないと思うんですよね。こうやって顎でこうタイミング取りながら、せーのっつって失敗したり成功したりするうちにだんだん覚えていくと思うんで、野球のバッティングもそうあるべきだと私は思ってて、なんかあの跳び入れりゃ野球のタイミングだって取れるよって言います。あとは今やってるテニス打ちもそうで、ある時ね、若い頃ですけど、テニスの選手がこうやって打った瞬間の画像を見た時に、この前肘のさばきがね、女子のテニス選手でしたね、外国人の、野球の選手よりここうまいなと思って、それから私テニスラケットでボールを片手で打つっていうことに興味持って、そういう練習を始めたんです。それが今の、まあ、初心者未就学児の野球指導にも生かされてます。掛川が、今ね、すごく、ゴールデンウィーク前ぐらいから問い合わせが多くって、もう体験がもう本当にこの1ヶ月で10人ぐらい来て、もうほとんどの方が入っていただいてるので、人が多くなってこう、2つに1日2講座やることにしました。もともと土曜日はちっちゃい子がいるので前半後半でやってたんですけど、水曜日も前後半に分けることにしましたんで、まあ各チームのエースの子も何人かいる関係で、一本バッティング形式でどんどんこうピッチャーとバッターの一騎打ち、一本バッティングをやってます。でその裏で、逆に、テニスボールでスローボール打ちとかね、速球打ちとかそういうものをやってます。特にね、重視してるのがスローボール打ち。あの私若い頃、智弁和歌山の高島監督に技術を教えようと思ったら、緩い球でやってるのはダメよとこう教わったんです。ノックでもそうで、形を覚えようと思ったら、速い球だったらやっぱ恐怖心とか反射で、あの身体反応でいっちゃいますんで、それももちろん大事な要素なんですけど、形を覚えるんだったら球の恐怖感がない、どんな取り方をしても取れるぐらいのボールをよりよくかっこよく取るっていうことがすごい大事です、はい、ということを教わりましたんで、それを今掛川でやってますんで、じゃあ掛川の様子今度ご覧ください。どうぞ。土曜日水曜日は掛川の節、ワンバン下の
のテニスボールを持ってくるんだよ。わかるか？ワンワンボールのワンパンバージョン。ここじゃないよ。ティーカブとも、ティーカブ。そうそう。小さいの作らない。いいよ、それで。ヒットしてこのワンテックのやり方で、ここでリズムを取りながら、足の手を、ちょっとこんなことして、これはねえぞ。ということでね、いろいろ、まあ、各塾の、様子を今日はご紹介しながら私のタイミング指導について、お話ししました。最後にね、一番私が大事だと思っていることをお話しします。それはね、さじ加減です。はい。昨日も言ったんです。タイミングっていうのは基本的にはですよ。タイミングは基本的には、早いか遅いかって言ったら、絶対早い方がいいです。電車とか待ち合わせと一緒です。早ければ待てばいいんで。ただ、遅いのはどうしようもないです。電車行っちゃいます。待たせた人は怒ります。はい。野球のボールにも振られます。遅いのは絶対ダメです。なんで、早め早めのタイミングを取るんですけど、早すぎても別に満点じゃないんです。やっぱり早すぎず遅すぎずで、いいステップのタイミングで振り出したいんで、そこのタイミングをどう教えるかなんだけど、早めに取りなさいってことは私は教えます。ほっとくとみんな遅いんです。まあ野球選手10人いたら8人、9人遅いです。早くタイミング取れる子ってなかなかいないんですね。だから早く取るってことを言うんですけど、その早くがどのくらい早くなのかっていうのは、試行錯誤個人の努力です。魔法はないです。だから昨日も言ったんだけど、じゃあ言葉の限界っていうのがあるんですよ。これはね、昔は仙台育英とか東北高校で監督やって、最後国学院大学で監督された武田俊明さんに教わったんですけど、例えばね、甘いって言葉一つとっても、いちごも甘いっていう人がいるし、砂糖も甘いし、甘いっていう一つの言葉でしか表現できないけど、どんな甘さっていう、どのくらいとかどのようにっていうのは感覚なんです。はい。それと同じように、早いっていうのもどのくらい早いかっていうのは個人のこの感覚、言葉で表現しきれないんで、それをまた言葉に表現しない方がいいんですね、そこは。だから私もタイミング取るときに、早いか遅いかで言ったら、普通にやったら遅くなるから早めに取りなさいと、これは言うよと。で、早いってのはこういうタイミングのことだよっていうのは教えますけど、その中でどのくらい早いとかどのようにっていうのは、その子とこう対話しながら相談しながら、今のいいんじゃない、どう、あ、今のいいと思います、今の早すぎます、こういう私が一方通行じゃなくて本人の感覚意見が出てくるように、そしてそれに対して私もこうやり取りしていくような教え方をするようにしてますけど、はい、言葉の限界っていうのがあります。何でも言葉にするっていうのは危険です。ですんで、その部分がタイミングで大事になるんじゃないでしょうかということで、今日の、動画は終わりです。はい、皆さんもちょっと研究していただいて、また私に教えてください。難しい問題ですよね。よろしくお願いします。